初登場は D ランクだったが、プロ初勝利とポストシーズンでも登板を果たし経験を積んだ。 B ランクで登場し背番号を13へ変更した。覚醒 S ランクで登場、開幕ローテーション入りを果たし開幕3連勝も達成した。ステータス、変化球ともに強化され、日本シリーズでは関東選手賞を受賞した。マシソンのつけていた背番号20へ変更、前半戦だけで8勝を挙げ絶好調の活躍。9位スタミナ、同地で登場、球種にツーシームが追加され、リアタイでの使用感は悪くはない。スタミナ型で登場、6月にプロ初完投、7月に初完封を記録し飛躍のシーズンとなった。称号で制球 B を狙える能力、154奪三振で最多奪三振のタイトル。来シーズンはジャイアンツのエースとして優勝には欠かせない存在、間違いなし。